大丈夫ってこと。そう、マスクだからっていう判断しないでねってお伝えしたので、イコール大丈夫、来なかったらうんっていう感じで大丈夫だよってことです。うん、でもまあメールもみんながみんな取れてないと思うし、配信もみんながみんな毎回見れてるわけじゃないと思うから、何の話ってなるかもしれないけど、まあお気になさらず。大したことではないんですよ。明日は元気だったら大掃除を知る。そう、最低限の大掃除をして年を越したい。わ、花火だ。最低限の、あ、てか昨日の昨日に終わった話が早速今日発表されてましたね。1月号の匂わせを昨日してたら、示し合わせたかのように今日されてました。そう、アイドルコンテンツエキスポにが1月号に、まあ匂わせてたんでね、フェスっていうことも見ようしまくりましたが、果てしない離れ、星の光のように。ファイトラブ知ってるのね。え、この前のクリスマスコンサートで STU がやってました。ウェブ見てなんかいいですか、これからなのかな。アリちゃんがかっこよかった。うん、でもクリスマスコンサートでやった曲はもう、なんだろう、世代関係なく人気だから、人気というかもう歌い継がれてるやつだから、クリスマスコンサートで歌唱名以外は知らない。いや、クリスマスでやってます。うん、どういうこと。歌唱名以外は、まあ、失礼な。そう、なんかクリスマスコンサートでやった曲はクリスマスコンサートで関係なく歌い継がれてる曲だから全部知ってるよね。MBTI 何タイプが欲しい。私これ配信でやったんですよね。配信でやったやつからか、配信でやったやつが何つったか覚えてないけど当たってなくて、あ、もう一回なんか改変されたんですよ。それやったやつはめっちゃ当たってた。何だと思いますか、逆に。そう、なんか一番最初にやったやつは当たってなかったんですよ。でそっからなんか質問がなんか内容変わったみたいな、リニューアルされたみたいなやつを、それはめっちゃ当たった。なんか MVPI 別の特徴とかそういうのがたまになんか SNS に流れてきた時に、あ、わかるみたいな。
思うぐらいは当たってる。でもまあ IN、 あ今 MBTI って言おうとして自分のやつ言っちゃった。MBTI もね、血液型みたいなもんで、またそこだからその子はこうって決めつけない程度に楽しむのが一番いいですよ。血液型と一緒、何でもね、人生固定概念というものは良くないのでね。パーケラブの会社を続いて、おお、そう昨日ね話してたよね、よかった、続々と届いていて嬉しい。恋人がさ、もうね時期が違うね、本当はさだから、つむじ風を追い越して、なんか恋人がサンタクロースのなんかやったんですけど、それこそスピードさんと同じ流れのユニットの中でやったんですけど、私とひなちゃんはとても頑張ったんですよ。あの歌割りが変わったんですよね、なんかここはサーヤンがでで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 で、私とひなちゃんがクリスマスの日私に言ったって言って、テレテンチャチャンチャ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 で、見た方わかると思うんだけど、後ろでココアとサーヤンが踊ってたと思うんだけど、本当はミネとヒナもそのとこだったんだけど、アカリンとサヤカリンがなんか2人だけだと自信がないみたいな、アカリンがお願いみたいな、いきなり言い出して、リハーサル後にそう、もうなんかリハーサルでもうちょっと自信持って歌えだよって思わず言っちゃう感じだって、全然歌えとるのにね、お願いも2人追加したいみたいな言われて、でも勝手な判断できんからダンスの先生に言ったらそうしようってなって、南だけ入るの変だから同じ新名のひなちゃんが入ることになって、あの立ち位置と構成があのリハーサル後に変わって、本番ぶっつけ。クリスマスの日私に言った、本当は移動だったんだけど、そう「今夜」って、まあでも歌うようになって、8時になればってサンタがうちにやってくるっていう、そう「やってくる」じゃなくて「やってくる」とかめっちゃはそこ歌うと思ってなかった、ひなちゃんと頑張って確認して、本番ぶっつけ。っていう裏話。そうだからあかりんが結構独断で動いたから、さやかりんに聞かなくていいのみたいな、さやかりんに後で言っとくみたいな。そうひなちゃんと出番直前に忘れんようにのお互いって言って、でも移動の立ち位置とかも変わるから、片方だけ覚えてて片方覚えてなかったら大変なことになるから、全然違うから、そう OK ってお互い言い合って、お互いちゃんと無事に無事にできましたね。だからもうリハの後だったから、それをあかりんがお願いしてくれたのが、本番ぶっつけじゃんみたいな、そう、そうっていうこともありましたね。恋人がサンタクロー、本当のサンタクロー、つむじ風を追い越し、そうなんか、あとそのあの今のさ、恋人がサンタクロース、本当はサンタクロースの、つむじ風を追い越してが南沙耶香にあかりの歌割りなんですね。
で私も喉をずっとやってて、ずっとお願いしてたの。私は正直もう高い声が出づらいから本当に頼んだよってあかりに言ってたのもちろんさやかりにもね。でなんか2人ともなんか自信がない、合ってるのに自信がないと声をどんどんちっちゃくなっちゃって、リハーサルの時なんかレッスンの時に一切歌ってくれなかったのマイク持ってゼロだったのね。一人で歌っとって、で本番はやってよって話をしててでリハの時にザカリに言って、リハの時につむじ風のとこで二人の声が聞こえたのね。そうだから、あ、さすがに前のはレッスンやからねと思って、つむじ風をで音がパッタリ消えてリハでおいーっつっておいい腰ってなってね、絶対やめたよね途中でっつってそう言って本番はちゃんとね、まあ、3人で歌ったんですけど、あかりんと、あかりん声量あるんだからさってやめないでっつってあなたすごい羨ましいぐらい声量あるんだよって言って、その歌っとったら音程わからんくなるって言われても一緒に練習して、つむじ風追い越してだから追い越しでここでちょっと伸ばすとかを一緒にやって、そうあなた声量あるんだからねって自信持ってって言って、私がね人の歌をどうこう言うことではないんだけど、めちゃくちゃいい声量を持ってんだからってね途中でやめなくて大丈夫って言って、うん、そんなこともあった。そんなこともあった。うん。だだだだだだ。うん。あかん。初めてではありません。バグ初見マークアカウント変えたの、たまになんかバグ初見マークですっていう人いるんだよね。困っちゃうねそんなバグ。うしないたくないからってだからそう、クリスマス公演の時は一番喉を壊しとる最中だったから、そう今のわがままコレクションの嫌われたくはないから失いたくないからの歌わり歌ったから出るかなとか、暗闇の歌わりの暗闇は3人歌わりだったから、そう雨とか涙とかの、だから君を誘おうって、手すりがまだ濡れてるとか、雨がしとしとって降っているその間、人は何して過ごしているというのかとかそう怖くて、もし出なかったらどうしようと思ったけど大丈夫だったでもアリちゃんにマジで途中でゴホってなったら歌えないから、ごめんそうなったらごめんってアリちゃんに言ってて頼んだって言って、そうまあ大丈夫かどうかまあ配信をご覧あれ自己判断だ。失いたくないかな、
あらもう40。ちいちゃんがねインフルエンザになったみたいに、そうなんか熱が出てるっていうのは昨日かな聞いてて、そうインフルエンザっていうことは知らんやったから、そう1月1日の公演にくるちゃんが昼夜出てくれることになって、お大事にだと思って、年末年始の体調崩しね、ちいちゃんが一番しんどいと思うからお大事になと思いな、し私も気をつけなきゃっていう。ひなちゃんも今体調ちょっと崩しよってさ、うん、みんな大変だ。そうひなとは今ちょ連絡取ってて現状聞いたりとかしてるんだけど、そうそうね、ちいちゃんと同じ仕事だったとか一緒にいたとかはね、体調をねより気をつけんとね、うん、雨がしとしと、なんか PR 舞台がやばいって聞いたそれやばいじゃなくて、みんななんか風邪をひいてるってでもまあ私もひいたけど、私はまあ軽度というか、もう私はもう年末年始に予定を立てちゃうから絶対体調崩さないもん今日も親友から連絡来て、何日遊ぶとか、1日遊ぶんだけどどうする、買い物行かんって来て、行くって返したからそう行くって返したからもう絶対崩せんねうん、もちろん年始公演も楽しみだからさ、なんか前回がなんだろう30何人、なんか昼夜で別れとったけど、今回昼が研究生で夜が正規みたいな感じだから一緒に出るのが新しいじゃないですか、ちょっと楽しみ。私ってなんだろう、そのちょくちょく大事じゃない体調不良はなんか季節の変わり始めとかちょくちょくなるんだけど、大きいやつはならない。なんか健康、体が弱いのか健康体なのかわかんないなんかちょくちょく微熱とかがたまに出たりとかっていうのもあっても、それこそなんか病名がつくみたいなインフルエンザとかなんかそういうのにかからないっていうか、なんかなんかちょっと今も風邪ひいてるんだけど熱とかはなかったから、私はもう喉風邪、鼻と喉だけが3週間ぐらい続いてて、そう今日もちょっと咳やばかったから、今日一番大事だと思ってご飯食べてずっと横になってゆっくりしとったんやけど、まあ、熱が出とうわけじゃないから、まあだから安全ってわけじゃないけど、なんか小さいものはあっても大きくバンは本当にコロナだけ許さないインフルなんて私多分もう8年9年かかってない気がするんだけど、8年9年かかってないと。でもなんかコロナの時期にマスクが結構、今はもう自主的みたいな感じだけど、マスクがもう絶対だったじゃないですか。その次にインフルがちょっと収まってたって、例年より減ったみたいな感じだったから、
やっぱマスクって大事なんだなっていう謎語なん予防として、なんか全てを防げる防げないかって言ったらなんかあれだけど、全てではないかもしれないけど、予防接種してるよ。予防接種はね結構あの ST メンバーは全員マストでしてる。あ、てかあの多分この配信にいないんですけど、私昨日ね昨日の配信の中で、あの渚さんの卒業公演のノベルティが欲しいですってなんかお知り合いにいたらお願いしててくださいっていうことを昨日の配信内で言ってたので、配信終わったらお母さんから連絡来てて、そうお母さんから連絡来てて、なんだと思ってお母さんがなんかスクショ送ってくれてて、そうスクショを見たらなんか私がでなんか気づいてなかったコメントで、なんかファンの方が渋谷さんのノベリティ手に入れれればプレゼントが送ってくれると連絡来ましたみたいな、院長さんが頑張りますと言ってるそうですってコメントをしてくれてたのを、ちょうど昨日お父さんの話でお父さんの写真を探して携帯を触ってる最中に来とったらしくて、気づいてなくてママが送ってくれてありがとうって一日越しのめっちゃコメント内だって分かってる、そう分かってて、それに気づいてなかったかママが送ってくれて、そう私が「え私全然気づかなかった」って言ったら、ママが「みーちゃんちょっとパパの写真探しよったよ」って言われてあマジかってなってママが送ってくれて気づけたので、っていないんですけど、その配信あのコメントした方ただありがとうっていう言えて、なんかお願いするだけしてやってなかったから気づいてなかったとはいえね、みんなは私のコメントの時差とかわかんないじゃん、自分の時には見えてたから、この時に見てるから見えてるとかも時差があって、私が本当はこっち見た時にそのコメント来てたとかさ、勝手な判断怖いじゃん、え絶対今自分と同じタイミングのコメント絶対今見えてるはずのにみたいなのが怖いから、そう、そういう変な誤解嫌だから見えてなかったよっていう気づいてませんでしたっていう、結構リアル気づいてなかった、なんか2個送ってくれてるんだけど本当にどっちも気づいてなくて、そうちょうどこの時はねパパの写真探してとか LINE グループの家族の LINE グループの写真見たりとかで1回だけじゃなかったから、携帯見てたのが謝罪と思って、あとは7分つなぎきちゃう、君はおいしさん、なんかのどが元気になったらさカラオケしたいなと思って、あの優先ショールームの機能の中でのマジのどが一生良くならなくて、そののどが一生良くならうちに優先のイヤホンなくしてさ、どっか行ったんだけども安くないのに、あれどうしよう、無線はあるんよね、そうだから自分がショールームをやってない人だったら別に一回無線あるしなんだけど、ショールームをやってる人だから有線じゃないとあれダメでさ、そう喉を治ったらと思って、なんか、ね、消えたんだけど分かんない、もう冬の何かの上着を毎回変えてるからどっかにあるのかな、わかんない、カバンも毎回違うからわかんないけど、まあ、大掃除したら出てくるしょ、新幹線に忘れてきた、もう最近新幹線乗ってないわ、まあ、あるんだろうなとは思ってるお掃除したら絶対出てくる気がする。うんね、喉がなんだろう本当に長引いてて、ちょっと
困っちゃうね。なんか出るじゃん、治ったじゃんと思った反動でおおってなるから油断ができなくて、そう。あととみーちゃん可愛く、あ、麻痺なのね。あ、びっくりしたんだけど、私今日一日ね、あの体調的に優先して携帯を一日触ってなかったんですよね。でそう、久々にさ、なんか配信できそうだなと思ってちょっと前髪巻いてなかったから巻こうと思って久々に携帯を触ったらなんか通知が来てて、なんだと思った、麻痺だから、なんかあざとみなみちゃんみたいな、あざとみなみみたいな、でなんかその流れがわからんで、なんかその前のツイートでそういう話してんのかなと思った、全くなくて、急ななんか私乗せられててでもね、可愛かったね可愛かったから、まあ人のやつを乗せたから、まあ、麻痺なのも見たいなと思って、あざと麻痺な見たいなって返した、ね、あれ可愛かったね、うん、そう、なんか流れがあるのかなと思った、そういうことではなく急な思い立ちだけど、もうみんなさ仕事納めとかもうメンバー個々でしてるからさ、もう正月まで会えなかったりとかするんだけどさ、急な麻痺の日常の中で南を思い出した瞬間があるんだと思ったら可愛くて、みねのこと好きだねってなった大丈夫です。13位りょうにゃさん、12位神戸のまちさん、11位バーバブさん、10位チェリーボーヤさん、9位たけしさん、8位ドンさん、7位柴犬さん、6位ウェプロックさん、5位カニエさん、4位ヨッシーゾンビさん、3位エビさん、2位テリービーさん、そして1位はトゥルデルンテルン島吉さんでした。ありがとうございます。それではキャッツイズしたいと思います。私がどこどこどこだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、見つけた、みんなこと押してみひん、ひゅー、ありがとうございます。兵庫県出身しなみなみでした。まだまだ仕事納めじゃない人頑張って、体調崩さんように。私のファンの人でさ、そういう年末年始のことに関わる仕事をしてる人、そう、なんかもう年末年始の休み関係ない宅配の方とか郵便局の方とか、そう、神社系の人とかいるから、みんなか自分そんな年末年始何それって感じっていう人が多いから頑張ってそう、結構いる、私本当そういうお仕事関係の方だから頑張って。そう、何それ美味しいの、ジョッと私のあのファンの中で多い仕事ナンバーは教師なの。そう、教師のね職業の人本当に多い。小中高揃ってる大学もいる、小中高大いるナンバーワンですっていう謎の兄ちゃん情報でした。ありがとうございました。ということで明日も仕事の方頑張ってね、応援しているよ。そう、すごいよね、そのみんな、兄ちゃんもこのまま寝ます。おやすみ、おやすみ。お掃除は今からはしないよ。バイバイ。バイバイ。おやすみちゃん。